なめちゃめちゃドキドキしたことあったから聞いてほしい。あのね、なんかあの私今6時なんですけど、7時40分の飛行機に乗って札幌に行く予定なんですけど、飛行機だからさ、ちょっと時間に余裕持ってルンルンルンとか言ってさ、なんかそのみんなとの集合時間より全然なんかもう早く着く予定の電車乗ってるはずだったのね。で、私昨日の前日の夜に、あ、家から成田空港第一ターミナルまで何分で着くんだろうとか言って、どういう電車乗るんだとか結構調べたのね。16分に作ってみて、どうした、何があったんだよ。泣くかと思った。シッチの顔見ていて泣きそうだった。迷子の子供じゃん。それ本当にもうね、終わったって思った。札幌行けない、行けないっていうか、もう先行っててもうどうにかして行くからって思って無事に着きました。ねえ、着込み方半端ないし、なんかさ、最初なんかすごい雪だるまみたいな人いるなって思ったけどさ、誰だったの。よかった、無事乗れそうです。本当よかったです。本当行きましょう。空港で働く人はすごいわ。もう俊敏でした。うちら24みたいだったよね。ここまで来るまで。本当、待って待って待って、私さ、うん、何よりちょっと早く着いてさ、してよし、手荷物並べたと思ったらさ、那覇空港行き並んでた。マジ危ない。こちら優先で今案内してますとか言って、うんうん、なんで私優先されないんだろうみたいな。結構やばいのになみたいな。うんうん、後ろ向き返ったらいつ着いてで、雪だるまが泣いてました。成田空港で働くすべての人に感謝。本当に大感謝。私たちみたいなやつが置いていきぼりにしない優しさ、連れてってくる優しさ、本当にもう本当にごめんなさい。